はい、どうも皆さんこんにちはす、ムンスケです。信長の野望新生 PK、 茶人の野望、もしも秀吉亡き世で利休が天下を目指したら、千の利休編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回から始まりました。イフシナリオの天下総無事ならずでプレイしております。秀吉がもういなくなっている世界線です。で、千の利休がですね、自分の弟子たちをね、部下に従えてですね、岸和田城で独立いたしました。早速ね、関白秀次によって攻められたわけなんですが、岸和田城で、防衛戦をやりました。で、豊臣家がね、かなり動揺が広がった状態で高屋城、信貴山城と反転攻勢で落としたところまでやりました。で、高取城攻めてる途中だったんですけども、動揺が明けましてね、防衛部隊が来てますね。あー、加藤義明と前田玄一で、ここにね、この人がいるんですよね、島左近。これは勝てないかもしれないですが、続きやっていきたいと思います。3条と4条ではね、結構違いあると思うんでね、見ていきましょう。ちょっと部隊数減らしたくないな。上ダイヤからね、すぐに壊滅しちゃうんですよね。行きましょう。おっと、古田織部撤退、高山右近撤退。これは諦めないといけない展開になってきている。さすがに厳しい。ちょっと下がって、下がって、この距離なら敵を攻撃する、合戦できるかな。800の部隊、敵を攻撃する。2部隊対6部隊、これは勝機ありますね。行きましょう。これ倒して次の援軍を倒せば落とせますね。うん、行きましょう。島左近の戦法ってダメージやったっけ。あ、全然違う、用心や。あ、逆に吸収持ってんの堀内、気をつけていこう。上層はやがってり、上層はやがり、前田利長が一番やり、高台をとしてね、ちょっと有利に進めていきたいですね。敵を射るのだ、敵は見逃さない。やったぞ。さあ、岩落としが発動できれば、いかがしましょう。倒せる。このまま押し切れましょう。この戦法にて、おお、吸収食らった。勝敗を決めてやりましょう。君よりは、お指図を頂戴したく。今こそ弓兵の出番ぞ。これで二方向から弓矢を居下ろしてるんで、倒せるんは倒せるな。よし、よしよしよし。敵兵、我が手にてついえたり。お、目を賜り。ちょっとね、ゲージ回復していきましょう。今動く気を、させ、やろう。お指図を頂戴したく。
シマサ君突っ込んできてくれましたね。これは今じゃ。これはラッキー。混乱も見られてた。今が動く時ぞ。敵に打ちかかるぞ。お指図、要所へ急ぐ向かうぞ。とくと見るがよいわ。我が武略をな。さあ、利休の混乱を決めましょう。戦というものを教えてやるわい。やりて敵を打ち果たす。して高台から弓矢攻撃と、もう一発落石。これはありがたい。抜き口も殴る。はい、シマサコン倒しました。めっちゃラッキー。よしよしよし、だいぶダメージは抑えましたね。うん、542だけ。これはいけるんちゃいますかね。殴っていこう。城攻めを始めるぞ。引く他はなし。間に合わへんか。戦が始まるぞ。よし、4部隊対1部隊。これは楽勝でしょうね。まあこの戦はカットでもいいかもしれないですね。はい、前田源氏の部隊立ち出しました。これでもう安心ですね。加藤義明一部隊全然大丈夫。これでね、周りの城もね、この城もらい受けました。動揺広がってるんで、すぐには反撃も来ないはず。起床させましょうか。このまま来るかな。おっと、シギさん狙い。なんと、じゃあシギさんに誰か入れましょう。はい、ですね、鷹取城に古田織部入れました。高谷城に前田利長、シギさんに高山右近。だいぶね、武将が少ないんですが、古田織部が人脈持ちなので、もう期待したい。どんどん武将を連れてきてくれ。頼む。じゃなかったらきついぞ。で、加藤義明そのまま来ますね。から迎え撃ちましょう。おっと、さすがにきついな、これは。かっこ撃破していけばいけるっちゃいけるんですけど、ちょっとさすがに兵が足りないな。兵が足りないですね。では話を聞こうか。ちょっと停戦結べるかやってみましょう。うわー、豊臣に真珠、それはできないな。一応豊臣とは同盟組まないっていう縛りはね、自分の中で設けてたんで。うわー、ここで停戦できないか。中止しましょう。
本当に良いのだなじゃねえよ。本当秀次ごときが野戦となる陣を構えよ。2部隊とりあえずこの2部隊やろう。うわこの豊臣家の構成はきつい。やれるとこまではやりましょう。兵は欲しいぜ。いつの足止め鉄具できれ鉄具を後ろの木口に固定してその間に水野を倒すと。やるぞ進むぞ。いざ進む。今は動き一番にやり、有馬ここで混乱を打ち込めれば一気になんですが、なかなか混乱がたまらない。有馬の兵が削られていく。今よ我が戦闘を見せてやろう。よし混乱不要混乱不要。これで水野は倒せますね。我が武略をもって万全の敵を打ち払う。よし敵将我が手に落ちた。お、水野捕らえた。目を共にいざ進む。はっ、進め。いざ行こう。進むじゃ行くぞ。ゲージを貯めていきましょうか。今こそ好機です。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。皆の者、進むぞ。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。お指図を頂戴した。やばいやばい。秀次そのまま動くな。そのまま動くな。落とせそうだ。よし不具合発生。よし秀次倒しました。これで水野さんどうしようかな。くだらないんやったら切るか。あ、でも大した武将じゃないな。貴殿にお仕えします。あ、下ってくれましたね。よし茶人以外の武将一人目。戦となるぞ。布陣を始めよ。あ、脇坂入らんかった。よし、かっこ撃破やっできます。小さい部隊数のところはねもうカットしていきます。また勝ちたいものよ。はい、加藤義明倒しましたね。ちょっと同士打ちの戦法をね2発食らってしまったのが痛かったな。ね大半のこの辺の部隊は鷹取城狙いで 2,3 部隊が高屋城全命で、岸和田城にこっちの方の部隊。あ、これは違う。いや岸和田城かっていう感じで、とりあえずこの一部隊を倒して鷹取城に向かっていきます。で向かってる最中に高屋城攻めの部隊と接敵して倒して鷹取城で合戦して倒して騎乗して岸和田狙いの部隊を倒すと、そういう動きにしていきたいと思います。兵が足らん。着陣したぞ。みんな
戦に備えよ。はい、ゴンベイの部隊倒しました。九州食らってしまった。戦が始まる、備えよ。うわ、脇坂の部隊を退けました。多分ノーダメージ、ノーダメージいきましたね。よし、これでやっと高取城迎えそうですね。よし、行こう。行くさぞ。準備を一旦整えよ。6対6、高取城のね防衛やっていきます。ここは兵力差がちょっとあるから厳しいですね。OK、やっていこう。どういう動きなのかな。こちら、まあ、厳しいことないかな。目を止め、様子を選び、はい、皆の進路、進軍を始め、今から動くときよ。はい、一番槍はね利休ですね。ここに2部隊が来たか。んで、こっちも2部隊。ご指示。これ軒口を落として勝つしかないですね今。はい、国衆そっち行く。敵の軒口を塞ぐ、続け。年長が抜けようか。この部隊は軒口行くでしょう。だから戻れそうなのはこの堀尾義春だけやねんな。これは軒口狙えそうな気がしてきましたね。あとは堀尾がどいてくれれば。目を共に、いざ敵の対応を取った。まあ一部隊なら敵の対応を攻めよう。で、こちらに軒口を一旦守るか。今までの際ね、これ行くぞ。リキューが入ってくれ。オッケーオッケー、止めよ。敵の対応を止める。これでの軒口を確実に。今決められる。頭を共に戦くのまま教えてやる。今こそ終わらせて堀尾に直球に出すとき。今決められる。堀尾、堀尾混乱持ってんのか。厄介やな。勝機を決めてやる。今こそ我が戦法により勝機を見出すとき。よし、まずは一箇所で堀尾を倒しに行かないといけない。敵を攻め立て。攻め立てよ。目を共に、同情できるぞ。バチン取っていこうか。我らの力が上回りました。よし、攻め立てました。攻め立て、敵を攻め立て。攻め入れる。リキューが耐え切れるか。苦しき戦となった。苦しき戦やな、ほんまに。若者共に戦というものを教えてやるわい。この君主、どいてくれ、早く。その身で確かめよ。どうか、ご命令。長でここ取る。これでなんとか式勝ちできひん。嬉しきこと。あー、できましたね。よし、これはいい勝ちですね。高取城はこれで防衛成功。早く内政がやりてー。まさか、何ですと。あ、だいぶ混乱を広がったっぽい。戦となる、布陣を始める。
よし、じゃあこれは山口を倒す。浅野長政はちょっと入らなかったんですね。なんかバラバラすぎて厄介やな。できながら見事。はい、山口の部隊倒しました。お、敵将撃ち取りましたね。よし、じゃあこれは岸和田に帰りましょう。はい、戻ってまいりました。ですね、ここの国州ギリギリで回復したので出しました。ただちょっと削られてしまって696。あとは小さい部隊が3部隊、全部で4部隊今岸和田城に向かっています。で、敵は4部隊なので3部隊ぐらい出したいですね。いざ勇敢。部隊は回復し始めているところ。で、足利義昭を引き抜きました。で、それプラス小堀遠州っていうね、古田織部の弟子だったはずの人がいたので、ちょっとそこはね、敵に打ちかかるぞ、ちょちょいっと引き抜かせていただきました。はい、ということで今、4人いますね。4人、4部隊出しちゃうか。あ、多分小堀遠州も、茶人っていうことだと思います。行きましょう。先方が治療治療治療っていうね、やばいなマジで。敵に打ちかかるぞ。はい、それでは行きましょう。木下勝利率いる4部隊。敵にはね、石田三成が来てますんで、先方こういう戦法を食らわないようにね、したいですね。よし、もう作戦は敵を引き込んで一気に軒口ダッシュでいきましょう。目を止めて、軒口戻ろう。裏から戻ろう。進軍を始め、お察しを願います。まあ、3部隊ぐらいね、引き込めれば。上昇を狙うぞ、続け。いざ進むですね。続け。どこに、どこに対峙した。来ました、勝利が防御する感じかな。お、左側に2部隊か。で、こちらに落とされた今狙い時です。取っておきよう、取っておこう。それによって敵がね、すぐに帰って来れなくなるはず。どうかご命令。よし、前の来ましたね。オッケー。上昇を。あと来ましたを。目を向かう。上昇できるぞ。お察し願います。上昇を。敵を打ち払うぞ。ちょっと見てみよう。勝機を見出すとし、狙う動きして敵の下を右に誘い込めないかな。やりました。まずい。お指図願えますか。こちらに。もう動くぞ、続け。おっと、はいや、ありえんの。二周やられんな、はいや。ご命令とあらば。いや、もう敵の退路が狙い目を変えられへん。敵の軒口を封じる。お指図願います。ちょっとでいいから時間稼いでくれ。目を賜り。でこうや。でここも時間稼ぎ。行きましょう。ちょっと待った。木下どっちに向かう、これ。ええ、いざ進まん。こちらに。右の奥に向かうならね、目を賜りとそのまま生かした方がいい。
要衝我らに。今こそ狙い時。捕らえ我が先鋒、メイドの土産に持って行け。よし、右側行ったな。今こそ狙い時です。行った行った。ええ、攻め立てよう。今から向かったとで落ちますからね。よし、混乱も入れてる。ありえぬ。で、ご指示。オリベが敵が退路を塞ぐ。よっしゃ、敵の退路を遮ってしまえ。さあ、いけるでしょう。いけるでしょう。よし、間に合った。この戦闘で勝敗を決めてやりましょう。はい、一箇所として。我らの力が上回りました。さあ、敵軍混乱。勝ったねー。やっぱし、自軍にね、一気に引き込んでから上場です。取りに行くっていうのがね、大事ですね。よしよしよし。先ほどね、こう2回ぐらい負けてるんですよね。負けては、2ヶ月ぐらい前にロードして、この一歩前の草とかからね、やり直したりしてます。はい、もうすでに2時間半経っております。よし、やからこそのこの勝ちが嬉しい。オッケー。まあ言うてあと1部隊来てるんですけども、兵糧ないやろこの部隊で。ああ、うちのお友達ガモ。あ、いいね、筒井攻め、いいよ。取ってくれたら隣接するから兵の貸し借りができますね。いやー、南極は乗り越えたかもしれない。ということで、次回はちょっと内政をマジでやりたいで、敵がね、まあさすがに最下城取ろうか、そろそろ。大和郡山最下城で、まあついでに新宮城みたいな感じで、ちょっとね、近畿の南に勢力圏をね伸ばしたいところですね。はい、今回は最序盤に高取城を取ったのみで、そっからはね防衛に徹することになってしまいました。はい、やはり豊臣はね、秀次の代になっても侮れないという。これでもね、黒田家とかいなくなってるんですけどね、福島もいないし、生駒、八須賀、これはこれは違うな。で、細川、賀茂、池田、金森、堀ら辺がね、抜けててのこの戦力っていう感じですね。あ、これもちゃう。あ、これ福島か。小西。この辺にも独立してるな。ここは黒だね。っていう感じです。はい。次回も千の離宮編やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアス。